この2月、大阪大学総合学術博物館でちょっと変わった展覧会が開催されました。展示されているのは私たちが持つ様々な感覚と最先端のメディア技術を組み合わせた作品です。例えば、心音移入と呼ばれるこの作品は映像の効果音に体験者の心臓の鼓動を重ね合わせるものです。 体験者は、まるで画面の中の子供と重ね合わせたような、より強い緊張感を感じることができます。自分の心臓の音なのに、この女の子の心臓の音に聞こえてきてしまうと。あ、自分は生きてるんだなって感じはもっと増しますし、大事、とても大切な感じがするという。これらの作品は、人間とコンピューターをつなぐインターフェースに、人間の錯覚や無意識を利用する研究から生まれたものです。そのユニークな取り組みを見てみましょう。 大阪大学情報科学研究科の前田さんと安藤さんは人間情報工学の視点から人の感覚や行動を研究しています。その一つが人間が意識せずに情報を得るための錯覚と無意識のインターフェースの開発です。そもそも情報科技術が人間を幸せにしているかということがありました。結果的に人間に多くの情報を詰め込んで人間をパンクさせてるじゃないかで。そうではなくて人間にとって ある意味一番消化しやすい形で、取るべき行動を取れるように誘導してあげるということが一番いいだろうと。錯覚と無意識を使ったインターフェースとはどういうものなのか、その事例をいくつか見てみましょう。こちらは、指で触ると凹凸を感じることができるタッチパネルです。実は、指の爪に取り付けた小型の振動子が画面に合わせて振動しています。 人間はその振動を、あたかも指で凹凸を触っているように錯覚するのです。この技術を使えば、平面のタッチパネルでも、本物のボタンを押しているような感触を作ることができます。凹凸じゃないところを触っているのに振動が加わると、凹凸のように感じるという錯覚が起こる、凹凸感というものを簡単に作ることができると。こちらの LED 照明のような装置、実は、 サッカードディスプレイと呼ばれる映像表示装置です。人間は視点を移し変えるとき、無意識のうちにものすごい速さで眼球を動かします。この LED は発光パターンが変化する一本の光の線ですが、視線が横切ると二次元の画像が見えてくるのです。前田さんと安藤さんが利用しようとしている人間の錯覚や無意識とはどういうものなのでしょうか ポイントは決して無意識のうちに強制されているわけではない。こういう条件の中、こういう条件の中でできることをしようと思って行動しているというのが無意識の行動なんですね。もともとこうしようと思っている中でより良い選択を選ぶことができるというのが一つポイントです。錯覚と無意識のインターフェースをより実用的な場面に活かそうとする研究も進んでいます。こちらは 京都大学医学部と共同で開発している内視鏡手術の練習を助けるシステムです。まず、熟練した医師の手術の様子が映像で表示されます。練習者はそれを真似ながら手術の手順を練習しますが、その時に使われるのが無意識のインターフェースです。微妙な手さばきをどう伝えるか。前田さんらが考えたのが画面の隅に 熟練した医師の監視の動きと一致した縞模様を表示することによって手の動きを無意識に誘導するという方法です目を中心から離すわけにいかないんですねこういう細かい作業をして手の動きを代表するようなパターンをただ単に周辺に流してやるだけで自分の目の端でほぼ意識せずに捉えてそれを反映させることができる周辺視という部分を使ってるんですけども人間の意識してない部分をうまく使って サポートしてあげるようなな刺激の一つになっているんです、ね、作品制作から実用的な応用まで人間の錯覚や無意識とコンピューターをつなぐこうしたインターフェースの研究は人間をより深く理解することにも通じると安藤さんと前田さんは言います例えば自転車に乗るときにどうやって自転車に乗ってますかって言われても説明できないけどもでも自分は自転車に乗るための何かを持っています。そうういった非言語的なものをうまく 使う我々も意識的にいろんな情報を処理してるわけですけどもその中に言葉ででは表せないようなものを何とか含んできた人間が世界と触れ合っているこの境界面こことでやり取りされている情報を拾い出して人間を理解しよう人と機械をつなぐインターフェースをやっていけば人間が分かっていくだろう人間の感覚や意識の世界をより深く理解することによって。 人間とコンピューターの新しい関係を作っていく。錯覚と無意識を利用したインターフェースが何を可能にしていくのか、注目したいと思います。